はマクラーレンが1997年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。チーフデザイナーはニール・オートレー。ハンドリングのバランスに何のあった MP4-11 の問題点を徹底的に洗い出し設計が進められた。エアロダイナミクス改善ではカーボン製のフロントサスペンションを流線型にした。 エレクトリックデファレンシャルを採用し、インテリジェントドライブバイワイヤーも熟成させた。メルセデスエンジンは、高回転、ハイパワーをコンセプトにして、開発されていった。1997年8月からは、ウィリアムズから移籍した、エイドリアン・ニューウェイも開発に加わった。開幕戦オーストラリア GP は、ウィリアムズのハインツ・ハラルド・フレンツェンがトップを走り、2番手を、 デビッド・クルサードが走行していた。しかし、フレンツェンに左フロントブレーキのトラブルが発生し、クルサードが逆転優勝。チームとしては1993年、オーストラリア GP 以来の勝利を挙げた。その後は着実にポイントを重ねていくもののリタイアモデルグランプリが続き、トップ争いに食い込むまで今一歩の足踏みをしていた。 第6戦スペイン GP の予選から投入したメルセデスベンツ F スペックエンジンは800馬力を出力していたエアロダイナミクスで再び問題を抱えていた MP4 から12であったが高速サーキットで大きなリアウィングをつけて走行しながらもこの投入されたエンジンで中盤戦から表彰台に上がり始めたしかし未開発記念がトップ走行中の 第9戦イギリス GP では残り7周でエンジンブロー。第14戦オーストリア GP ではフロントローについたハッキネ年がスタートでトップを奪ったがわずか1周でエンジントラブル。第15戦ルクセンブルク GP ではチームは1993年以来ハッキネ年は初のポールポジションを獲得し決勝でもスタートからトップを走り続けたが 43週目にエンジンブローでリタイア。42週目には2位を走行していたクルサードも同じくエンジンブローでリタイアをキスするなどエンジンの信頼性が原因でいくつかの優勝できるチャンスを失ってしまった。それでも第13戦イタリア GP では1位を走行していたベネトンのジャンアレジオ2位クルサードが同時ピットインで順位を逆転して優勝。八記年も 自信初のファステストラップを記録した。最終戦ヨーロッパ GP では、8記念の初優勝をクルサードとのワンツーフィニッシュで飾り、来シーズン以降への名門復活の兆しを見せた。マクラーレンにとって、最初のシルバーアーロードライバーズランキング。ありがとうございます。